しいお電話ありがとうございます。あ、アクアスクリーンですか。それでございますけども。メールが来て、メールが来ておりまして、はい。和解代行とか書いてあったんだけど。ええ。どういうことかな。当社からごメールが届いたということですね。はい。その際に担当マンのご記載ございましたでしょうか。杉山と書いてありましたが。杉山でございますね、はい。本日ごメールが届いたということでお間違いなかったでしょうか。はい。はい。そうしましたらですね、今担当の者におつなぎしますので、お客様確認のためお客様のお名前頂戴してもよろしいでしょうか。奥山と言います。奥山様ですね。かしこまりました。今おつなぎしますので、少々お待ちください。はい。お電話変わりました。杉山です。あ、すみません。奥山と申しますけども。奥山様。メールが来てましてね、なんか、はい。大会手続きしてないから。とか書いてあったんですけど、はい、どういうことかな。 ありがとうございます。それではですね、こちらメールの方は目を通されたということで、はい、私の方でですね、簡単にご説明の方をさせていただきたいんですけれども、はい、当社ですね、アクアスクリーンという会社は調査会社になっておりまして、はい、はい、今回ですね、情報総合サイトの方を運営管理をしていらっしゃいます株式会社ホールドネット様の方から当社の方にですね、ご依頼ご委託の方がありご連絡の方を差し上げたんですが、はい、まあ、こちらはですね、主にニュース、天気予報、占い、株価情報や一部政治向けのアダルトコンテンツ、結婚相談や出会い系サイト、スポーツ、芸能、音楽や、まあ、様々なですね、こちらサイト様の方を運営管理の方をしている会社様なんですけれども、はい、はい、こちらの方のですね、どちらかのサイト様の方でお客様の方がですね、無料会員の方でですね、大会お手続きの方を取らず自動的に本登録となっておりまして、今回ご利用料金と延滞金の方が発生しているということだったんですが、うん、はい、メールの方の記載があった通りですね、このまま放置の方をしてしまいますと金会社様の方はですね、法的お手続きの方のご準備の方に進められているということでしたので、うん、その前にですね、お客様の方にご連絡の方を差し上げたんですが、うん、はい、やはりこの裁判団ということになってしまいますと、お時間の方もですね、1年から2年間かかる裁判ですし、金額の方もですね、大変大きな負担となってしまいますから、はい、当社ですね、調査会社ということですので、請求をしたりですとか、回収業者ではございませんから、すべてお客様の方のご意思で、お話の方を進めていただくんですけれども、はい、裁判以外ということになりますと、こちらホールドネット様とですね、和解大会の方のお手続き、こちらの方をお取りしていただきますと、こちら裁判のお話ではなく、あくまでお客様と金会社様の方の和解が取れるというふうなお話だったんですけれども、うん、はい、お客様どのようにお話の方は進めていきましょう。まあ、何でしょうか。いや、よくわかりません。まあ、払わなきゃいけないのがあるなら払いますけども、はい、ちょっと詳しく聞きたいなと思って電話したんですが、ありがとうございます。ですね、当社ですね、調査会社ということでしたので、はい、明細というものはですね、こちら管理会社様の方から降りてきてはいないんですね。あ、そうですか。はい、じゃあ、はい、こちらですね、和解会聞きますので、はい、電話番号を教えてください。はい、こちらですね、企業様となっておりまして、はい、はい、金融商品の方を取り扱っている会社様ですから、うん、一個人の方とですね、ご連絡の方ってできないんですよ。なんで？ですので、私どもの方がですね、はい、こちら、調査ということでご連絡の方を差し上げてるんですけれども。代行してるの？ありがとうございます。いや、だったら、詳しい金額も分かっていいはずじゃないの？金額というものは出てきておりまして、ご利用料金と延滞金。はい、事務手数料の方が入りまして、こちら事務手数料というものがですね、裁判 の、まあ、のこちらご準備の方に入られているということでしたから、諸経費ということと弁護士の先生への相談料、そちらの方を含めました金額が17万と1000円です。17万1000円。はい、こちら裁判の方の手続きとですね、弁護士の先生の相談料で9万と1000円かかってますので、こち
ルの方が少し大きくなっているんですが、はい、はい、そうです、はい、まあ、これ裁判の方になってしまいますと、やはりお時間の方も取っていただくお話ですし、あとはこの金額もですね、裁判の方に負けてしまいますと、まあ、そちらの裁判の方にかかっている金額すべて、まあ、合わせてですね、過去の事例を含めますと、まあ、200万円から300万円の請求の方がかかってきてしまう可能性があるお話なんですね。そんなにかかるんですか？200万？はい。ですので、そうなられますと、お客様の方のご負担が大きくなってしまいますから、いや、こちらの和解大会の、はい、入られますよね。ですので、この和解大会の方の、受理の方さえ取ればですね、裁判の方はお止めできますので。和解って何？その17万1000円払えば、一応和解できるわけ？さようでございます。和解大会の方の受理となりますから。はい。はい。17万1000円か、も払えないことないけど。はい。高いね。さようでございますよね。で、和解はどういうふうに進めればいいんですか？はい、こちら和解の手続きということになりますと、まずお客様の方でですね、はい、書というものを書いていただくんですが、はい、こちらの書き方に関しましては私の方が一語一句間違えずにですね、口頭でお伝えしますので、その通りに、お書きしていただきます。はい、はい、そしてですね、この和解書と、先ほどお話ししました和解金の方をですね、はい、U パックでご輸送していただきますと、こちらの方で確認が取れ次第、和解大会の受理という形を取らさせていただいております。ああ、そうですか。はい。わかりました。それではまた一旦、はい、車で行くけど、どうぞ、駐車場から、はい、じゃあ、なんか電話します。お願いいたします。すいませんが、はい、すいません、奥山と申しますけど、杉山さんはお見えでしょうか？あ、私杉山ですが、今 U パック買って今ローソンの駐車場にいるんですが、はい、それではですね、こちらの方で、お受けの方をさせていただきますので、今そちらの方はもう金額の方もお手元にあるということですかね？はい、もう封筒に入れて大きい方に入れましたけど、はい、ありがとうございます。それではですね、こちら管理会社様の方の配送センターの方のご住所の方をお伝えしますので、はい、今メモの方はお取りできますでしょうか？直接封筒に書けばいいですか？封筒じゃないな、伝票に書けばいいですか？そうですね、伝票の方にお書きしていただくということだったんですけども、はい、はい、どうぞ。はい、それではですね、郵便番号の方が151、はい、151の、はい、0072、0072、はい、はい、ご住所の方が東京都、東京都、はい、渋谷区、渋谷区、渋谷区の幡ヶ谷という感じなんですけれども、はい、幡ヶ谷、幡ヶ谷、はい、こちらの方ですね、幡というのはですね、八幡の綿と、わかりました、はいはい、あ、わかります、はい、幡ヶ谷、ガワだったけど、ガワですね、カタカナのケですね、ケでね、矢は谷、はい、谷です、はい、幡ヶ谷、はい、はい、幡ヶ谷の 2-47-1、2-47-1、はい、はい、ビル名が庄司ビルという名前なんですが、はい、こちらですね、大小大きい小さいの小さい小に、はい、道路の路、え、道路の路ですね、はい、はい、道路の路、はい、はい、そちらで庄司と読みますので、庄司ビル、はい、はい、201、
201、はい、はい、そしてですね、こちら、宛名の方がですね、エアーセンターというふうに書いていただいてよろしいでしょうか。エアーセンター、はい、エアーセンター、はい、はい、はい、こちらの方がですね、管理会社様の、配送センターとなっておりますので、はい、そしてですね、こちら、ご依頼主、お客様の方の情報なんですけれども、個人情報のためにですね、こちら郵便番号やご住所の方は書かなくても結構です。あ、そうですか、はい、はい、そしてですね、お名前の方が、名字だけ奥山というふうに書いていただければ結構ですので、はい、はい、あとお客様の方のお電話番号の方もお書きしなくても結構です。あ、そうですか、はい、こちらの個人情報保護法のためです。保護法で書いてはいけない、あの、こちらは書かれない方がよろしいかと思います。でも書かないと私が払ったという証拠にならないじゃないですか。いえ、こちらはですね、奥山様の方と、あとこの問い合わせ番号の方で私の方でもご確認取れますので。あ、そうですか、はい、わかりました。そしてですね、あと品名の欄に、はい、書類一式と書いていただいてもよろしいでしょうか。書類一式、はい、はい、一式と書いていただいて、はいはいはい、こちらの方の伝票をですね、先ほど、和解書と和解金の方が入りましている A4 サイズの封筒に貼り付けていただきたいんですけれども、はい、はい、貼っていただくことはできますか。はいはいはい、そしたらですね、その封筒の方はもう閉じていただいても結構ですので。あ、そうです。これなんで銀行振り込みでなくて、はい、こんな、こちらですね、和解書と和解金の方をですね、2つ同時にご確認の方を取らないとダメということと、あとですね、だから振り込みになりますと、はい、和解書はいいよ、和解書は郵便で送ればいいんだけど、はい、現金は確か送っちゃいけないじゃないですか。あ、ですね、こちらの方はですね、私どもの方で提携の方が組んでおりますので、こちら中身の方の確認はされませんから、うん、そのままご郵送の方をしていただいても、今日振り込めば、はい、すぐに口座見れば振り込んだことがわかるじゃないですか。いくら振り込んだか。こちらですね、はい、例えば、当社の方を、代行させていただいておりますので、はい、こちらホールドネット様の方でもですね、お振り込みの方をされた、例えばあとはされていないですとか、お客様の方でも下していないのお話になってしまうとですね、はい、当社の方でも、混乱の方を生じてしまいますし、はい、あとはですね、この問い合わせ番号の方でお荷物の方がどちらにあるかというのを、私どもの方で確認が取れるんですよ。そんなことするよりも、はい、郵便じゃなくて現金を口座に振り込めば すぐに今日の3時ぐらいまでには分かるじゃないですか。ですね、こちらの方ですね、届いたかどうかとか、その、どこまで来たかなんて調べるよりも、今日中に届いた方がいいんじゃないですか、確実じゃないですか。確実なんですが、こちらですね、一応、管理会社様の方の指定がありまして、はい、そのように私どもの方で、この和解大会の方の。現金は、郵便で送っちゃいけないって聞きましたけど。これはですね、一応ですね、もう郵便局の方では、そのようなお伝えはされたと思うんですが、はい、こちら問題なくですね、こちらの方で確認取れますので。問題あるですよ、問題あるですよ。現金で送っちゃいけないんですね。それではどうされますかね。いや、ほら、直接持ってくわ、直接。直接お持ちするということで。はい。障子ビル。これは何があるんですか。こちらのビル名です。ビルでエアーセンターというところに持っていけばいいですか。はい。はい。ここには誰かいるの。こちらの方には、配送センターとなっておりますので。配送センター。はい。そんなところに送って、それなり払い込んだという証拠になるの。もちろんでございます。なんか変で。例えばね、はい、会社はホールドネットだったら、ホールドネットを送るなら分かるよ。株式会社ホールドネットというのが宛先であれば、払い込んだという証拠にはなるけど、あるいはアクアスクリーンへ送ったというならいいよ。はい。だけどなんでエアーセンターなの？こ
これをですね、こちら、配送センターの方の会社となっておりますので。送ったって証拠にはならないじゃない。証拠というのは、だから、払い込んだ、払い込んだというじゃん。例えば、年金振り込みでね、やれば、証拠は残りますよね。はい。はい、うん、なんか、デタラメだね、法律的に言うと。あと先が全然いい加減だし、第一、U パックで現金を送っちゃいけないんだし、本当に何、弁護士がついてんの？もちろんでございます。その弁護士多分偽物だと思う。そういったことではないと思うんですけれども。これ絶対詐欺だと思う。そうしましたら、お客様、こちらですね、裁判所の方とお話の方をしていただいた方が分かりやすいと思うんですが。裁判所なんか出てくるわけないでしょう。裁判所の手術じゃないか。やるわけないよね。というわけじゃないんですよ。こちらですね、ホールドネット様の方で、長期的放置状態だったため、ホールドネットっていうのが大体詐欺師なんだから、詐欺師が裁判なんかやるわけないでしょう。こちらですね、例えば、はい、悪徳業者だった場合は、あなたのことね。本当にですね、はい、本当にですね、はい、裁判の方を起こされてしまう可能性あるんですよ。楽しみじゃん。裁判起こすように言っといて。わかりました。はい。あんたね。じゃあそのように、はい。なんかこの商売、やめた方がいいよ。お父さんお母さん泣いてるよ。あ、こちらはじゃあいたずらだったということですかね。いたずらじゃありません。本気でやってんだけど。はい。あなた、じゃあ、いたずらなら、いたずらでいいんだけど。はい。こんないたずら、よくかかってくるでしょうね。いたずらがかかってくる。うん。というのは。しょっちゅうかかってこない？こういういたずらって。これはじゃあ、裁判の方のお話で進めていただいてもよろしいということですか？まあ、進めてもらっても結構。まあそういうね、言われてね、一度も裁判になったことないんだけどね。そのようにじゃあ私の方で、手続きの方を取らさせていただきますので。絶対取ってよ。はい。楽しみに。取材内容。はい、お手紙の方届くと思いますのでよろしくお願いいたします。なんか一度もやったことないでしょう。すいませんが、切らさせていただきますね。いや、切っちゃダメ。もっと遊んで。はい、失礼いたします。ねえ、もしもし？もうちょっと遊んで。あれ。バカ野郎だ。リタイア。